はあの現代詩人という4名の詩人の方に、その作品一つに月1人の詩人の方にゆっくり時間を取っていただいて、一つずつの作品を作っていただくという特別なプログラムをご用意させていただきました。皆さんがあのご覧いただいてますので、どうぞ聞いてほしいと思いますので、私はここ、司会の方になっておりますけれども、京都から私の高橋京子さん、今日はこちらいらっしゃいます。高橋京子さんの、作品を、読むという、形で今日、3時ぐらいからこちらお越しいただきまして、夕暮れとともに色が染まっていくこの空間で、少々の時間を頂戴しまして、作品を読んでいただきました。今日は朗読ツアーということで、4名の詩人の方からそれぞれ、読んでいただく流れだとしまして、大変あの申し込みも多くいただきましたので、2チームに分かれて進みたいと思います。まずは谷川さんにご紹介させていただきます。ありがとうございます。はじめやっぱり文字で読まないで終わってからいいですか、はい、高橋さんちょっと喋るしゃべりますか、はい、この前なんかボルス符号の横浜で、はい、あれ光と音と両方でしたって。そうですね、はい、谷川さんとのコラボレーションは、実は2回目になりまして、1度目は横浜のあのジャックの塔が、モールス信号を、明滅で、どこともなく情報を発信するっていう、まあ普段見てるだけだとこう明滅してるだけなんですけど、その実はモールス信号を発してるっていう作品をまあ着想した時に、まあ、スパイラルさんの方でそのじゃあその中身何を、モールスしてるのかっていう中身が大事なんじゃないかっていうことで谷川さんにその作品のための、ジャックのその思いというかセリフを、書き下ろしていただいたっていうのが1回目になります。いやあれ本当に良かったね。なんかすごい面白かったですね。楽しかったですね。今回のこのなんかさっきその下の通りから見てたらすごい綺麗だったんだけど、中で見てるよりはもっと綺麗な感じしたんですけど、どういうこれは発想だったんですか。このスパイラルのホールが30周年ということにちなんで、その30年間にその流行色がずっと流れてる感じ。なんか我々のなんかこう気分みたいな、この30年間の中になんかこう駆け抜けていったこう気分のような色みたいなものが約まあ10分から12分間の間でこう空間をこうスーッと流れていくっていうような着想からこの光のスペクトラムを作りました。これやっぱコンピューター制御。そうですね、はい、いろんな変化はもう全部RGB の数値がどんどん変わっていって、全部つくと白になるっていう形です。で、その iPad が各所にあるのは、ここの場所でその、パフォーマンスを一度、撮影用に実際にこの場所でしました。で、そのお花をこう運びながらこう、どん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 この空間にお花が、埋まっていくっていうような、でタイトルの方がいつか見る夢っていう形で、その懺悔っていう形のタイトルを付けさせていただきました。あの懺悔ってなんか仏教用語でしょ。そうですね。一つはなんかその30周年をこうなんかセレブレーションするような、まあ、英語に訳すとフラワーシャワーなので、こう花で祝福するっていうような意味合いもありつつ、一方でそのこう仏のこうに対しての弔いではないけれども、なんかこう散っていく命みたいなイメージも、まあ、両方あって、そこでその単に手放してそのおめでとうということだけではなくて、
両方の意味合いっていうのがその花を巻くっていう行為にあるんだなっていうことで、まあ、今回付けさせていただいたタイトルになります。じゃあ僕は言葉の花で高橋さんのこの写真に何かおめでとうと、それからそれちょっとそれじゃないものも含めて書いてきました。割とだから即興的に書いてるんですよね。で即興的に書いても後で結構長い間推敲するんだけど、今日はその推敲の時間がないんで、割と書きっぱなしっていう形で皆さんの前で読んでみます。色即是空の中身について、では黒から始めてみようか。黒から始めるには勇気がいる。黒は暗い。黒はこの世からの出口だから。いや、だからこそ黒を入り口にすることから始めなければ。黒は混沌。そこには未分化なこの世のあらゆるものが潜んでいる。ここから始めてどこへ行こうとするのか。闇から光への決まり文句をお前もたどろうというのか。それが私たちホモ・サピエンスと呼ばれる哺乳類の一種の時空の初めから与えられた自然というものだ。闇から光へと陽明しようとするように黒は白へと向かう。そのめくるめく童貞にこそあらゆる色が出現するのだ。死者の国は知らない。だが聖者の国で色は限りない。どんなに繊細に名を与えようとしても、言葉は動き続ける色の階調のすべてを名付けることはできない。ガフに塗られた鳥々の色に、夜の街の数えきれない光のきらめきに、無言で潜んでいるあえかな悲しみと憧れ、それらを覆う黒よりも恐ろしい白があることを知っているか。画家は白に線を描き、形を生み出し、色を置く。詩人も恐れげもなく白紙に文字を記し、世界を意味で覆う。昼は太陽の光、夜は星明かり、そして原子の生むあの恐ろしい閃光。宇宙から視覚を恵まれて、人は脳を唯一の宝としたが、朝の薄明、夕の薄明におののきながら魂は和む。揺れながら色が色とまぐわうとき、ためらいながら光が光へと身を任せるとき、生は死と穏やかに和解して、言葉を超える存在の安らぎに人は目覚めるだろう。いただきました詩は、今週の土曜日から、ここに大きく貼り出される形になっています。後ほどまた、書いていただいたのも今日は映像で投影するような形で、終わりまでは見ていただけるような形にしたいと思います。続きまして、森ゆう子さんの作品の方に移動させていただきます。どうもありがとうございました。